サザエさん、サザエさんの登場人物、サザエさんの登場人物では、長谷川町子の漫画、サザエさん及び、それを原作とするアニメ、サザエさんに登場する人物について解説する。主要登場人物の家系図東京と世田谷区、桜新町駅前に設置されているサザエさん一家の、銅像東京と世田谷区、桜新町駅前に設置されているサザエさん一家の、銅像磯野家次男、 ナミヘイ家とフグタ家次男、マスオ家の合同家庭。同居人、総数7人猫1匹の大家族。原作では当初博多に住んでいたが、ナミヘイの転勤に伴って東京に引っ越している。住所は新町三丁目515。アニメ版におけるレギュラー出演者の中で声優が放送開始以降、2021年時点で一貫して、 変更されていないキャラクターは、フグタサザエと、フグタタラオのみである。声、加藤みどり、枠遊園、あずまやとんこ、市川すみれ、高杉太子、えりちえみ、星野智子、朝浅野あ子、水木ありさ、柳町夏花、藤原のりか、甘み希、う河北蓮、本作品の主人公、波平と船の第一子の長女でカツオ、目の姉。 マスオの妻でタラオの母でもあり、また海兵、ナギエ、タイ作りの名、ノリスケの十枚、イクラの糸工場で酒をのぎ舞い、ノリオの義式簿、専業主婦で一男の母、旧姓は磯野、福岡県生まれ。原作では、誕生年は1922年11月22日生まれの23歳。アニメ版では、羊年生まれの24歳。 血液型は B 型。小園、近石新介、増岡博田中秀幸、島崎信長園、小泉博川崎慶三、小野寺明、拓馬慎、筒井道隆、桂山慎吾、西島秀俊サザエの夫でタラオの父。波平と船の娘婿で、さらにカツオとワカの義兄、ノリスケの義床、海平、なぎえ、作りの名婿。 サケオの弟でノリオの叔父。原作では、生まれ年は九百十七年。三十二歳。血液型は B 型。声、長一郎茶風、林縁藤原かま森川新小林野生、碇屋長介、片岡かつる太郎、松平健、伊部正藤船の夫でサザエとカツオとワカの父であり、タラオの祖父、マスオの義父、海平の弟、 なぎえの兄、タイ作りの義弟、のりすけの叔父、いくらの大叔父でもある。磯野家の大黒柱。福岡県出身。原作での誕生年は1895年。誕生日は9月14日。えとは羊。年齢は54歳。乙女座。旧生中学卒。船とは結婚して28年になる。一人称はわ声、ほえ、あそみよこ。 谷一久子寺内より、栄養少期、坂木原直子園、清川二次子、音羽信子、吉幸和子、竹下恵子、高橋恵子、市毛吉江並平の妻で、サザエとカツオとワカの母。タラオの祖母、マスオの義母、海平と小瀬の義妹、タイ作りの妹、ノリスケのおば、いくらの大おばでもある。アニメでの年齢は、五十年と設定されている。原作では不明。 年齢を四十八歳と考察している本もあるが、公式ではない。声、大山信よ、高橋和江、と、皆ながみいなえまことり、佐野大輔斉藤祐一、大森義行ゆ植村ゆき、ためや太郎、荒井健太郎、清水蓮、と市荒牧義彦浜田武さざえの弟であり、若めの兄、たらおの叔父海平、なぎえ、たいりの甥い、のりすけのいとこで、 イクラのいとこ王子。波平と船の第二子で、磯野家の長男。原作での誕生年は、1938年。11歳。血液型は B 型。原作では、サザエと16歳違いだが、アニメでは、監視一回りさ。小屋、山本よしコ、の村道子、津村誠園松島とも子、上原ゆかり、美田ます遠山ます 森安香よこ、なべもとななび、西木べりさ、秋元真夏、斉藤京子、松岡真広サザエとカツオの妹で、タラオのおば、海平となへとタイ作りのおめえ、のりすけと七子のいとこ、いくらのいとこおば、いその次の原作での誕生年は1942年。原作では、登場時が5歳の幼稚園児の設定で、最終的に、小学1年生で7歳になっている。 アニメ版では、9歳で、鴨モ第三小学校3年2組。血液型は、A 型。声、木下同士園、高山幸久、小林俊平、正治流星、中野春と、大平俊成成田両佐ザとマスオの息子。波平と船の孫息子、勝ツと若目と酒尾の老い、海平、ナ江、エ、タイ作りの、またオイ、ノリスケの糸い,いであり、大使の儀、糸い,い。 イクラのハトコ、ノリオのイトコである。原作での誕生年は1947年、もしくは1948年10月頃。アニメでは3歳。磯野家のオスの白い飼い猫。少し大きめの鈴がついた赤いリボンを首に巻いている。鈴が鳴ることはあまりない。家族から可愛がられ、話の中心になることもある。声から不明炎。坂井都也磯野。 木ゲ玄ソフトミナ、磯や木ゲ玄ソフトミナと読む。声、長井一郎茶風寺に磯野家の先祖、去年は不明。原作での並兵の話によれば、ご一身の頃の人物。1971年6月20日放映の、坊さんがやってきたには、彼の妻が登場した。妻の顔立ちは船にそっくりだった。磯の海平成、長井一郎茶風。 林園、片岡鶴太郎並平の双子の兄であり、船の義兄であり、サザエ、カツオ、ワカメ、ノリスケの叔父であり、タラオ、イクラの大叔父である。初登場は、1970年4月5日、放送作品ナンバー81、兄さんがやってきた。磯かよせいその可用性不明1977年4月24日、放送、お客に来た女の子に登場した、海平の娘。 中学三年生。福岡から東京に修学旅行でやってきて、ついでに、磯野家を訪問した。サザエに似たり、よったりのおっちょこちょい。波のなぎえ声、浜の孔美奈、京田久子、山田玲子奈美平と海平の妹でノリの母。大使の義母であり、いくらの祖母でもある。さらにサザエとカツオとワカメのおばで、タラオの大おばでもある。旧姓磯野。 下の名前はなぎえ。福岡在住。日常会話は、福岡弁。原作で、女で一つで子供を育てたとのセリフがあることから、ナギエの夫は他界している、もしくは離婚している、可能性が高い。アニメサザエさん公式大図鑑サザエでございます。では健在とする。原作では、日本神である。サザエのおばにもかかわらず、ノリスケさんのお母さんと呼ばれることが多い。 ナミヘイがナギエに対して敬語を使う回もあった。アニメには滅多に登場しないが、2011年1月2日、放送の、初旅、初夢、初笑いで登場。この回では、長兄、ウミヘイがフェリーチケットを手配して、旅行に来たナミヘイ、サザエ一家さらに、ノリスケ一家と共に、島原城で合流し、久々に海、ウミヘイ、ナミヘイ、 なぎえの三兄弟が顔を揃えた。阿蘇に、味噌たらが専門店の店員をしている友達がいる。海兵、波兵の妹なぎえの突撃先。劇中では三男ののりすけ宅が、磯野家の近所に存在する。のりすけの子供である男の子は、原作では名前について表記がなく、アニメ用に設定された、いくらが、現在通称として使われており、ウィキペディアもそれに順次。 原作での説明もこれに習う。波みの、のりす村越一郎、荒川太郎、松本康則園、中大達也、五木広し、布施広し、田中祐二、八島知人サザエとカツオと若めのいとこであり、波み兵と海兵の甥、船は叔ばにあたる。太郎の、十八夫であり、マスオの義理のいとこ。大使の夫であり、いくらの父。波みの大使エビスマサ塚田恵美子。 小林さやか縁、片平なぎさ、国章さゆり、白石みほ、堀内恵子のリスケの妻、いくらの母、波平の義理の名、サザエとカツオとワカメの義理のいとこで、タラオの義理のいとこをば、奈ののくらせい声優なし、桂玲子、富永美い大役縁、加藤小桜鈴木桃、稲葉友、桂玲子のリスケと大使の実施、奈平と海平の大おいで、 サザエとカツオとワカメのいとこーイで、マスオのギリのいとこーい、タラオのハトコである。フグタイリエセイ、山本恵子、川崎エリコマスオサケオの母で、サザエの義母、タラオノリオの祖母である。下の名前はイリエ。マスオの幼少期に夫を亡くし、女で一つでマスオとサケオを育てた。大阪にサケオ夫婦と孫のノリオと暮らしている。豪快で明るい性格の肝ったマカアさんであり、 関西人特有のユーモアがある。酒を夫婦の干渉が激しいため、マスオの元へ転がり込んだが、次の日磯野家を出た。近くのラーメン屋に、花園忍部の,の偽名で働いていたことが分かり、マスオはその店に寄ったが、マスオが注文した品を勝手に買えたり、店主に立てついたりしていた。間もなく、大阪の家に戻った。お詫びに、磯野家に出前を届けさせた。 草木染めが得意であり、自分で染めた風呂敷が木に入られ、磯野家の隣人のお圭さんに教えることになったことがある。原作でもマスオが実家に帰省する話がある。理由は、マスオの父の法事だが、この時マスオはタラオを自分の実家に連れて行かなかったため、そのことについて、磯野家の謎では疑問を投げかけている。ふぐた酒を越え、マスオか広島。 沢木育也くやふぐたけの長男であり、マスオの兄、サザエの義兄、タラオのおじ、ノリオの父。マスオの実家に母と妻と息子のノリオと暮らしている。サケオはアニメでつけられた名前。子供時代に曜日がなかなか覚えられなかったマスオに木金を使って曜日を教えたり、納豆をキャビアだと思って食べると美味しいと教えるなど、弟思いである。原作では、 マスオとサザエを大阪城と京都と奈良に案内した。宿泊先の旅館で都の西北を歌った。フグタノリオ生、滝本富子マスオの兄、酒尾の息子でタラオのいとこ、マスオの老いでサザエの義理の老い、大阪のマスオの実家に住んでいる。常に半身棒をかぶっている。12歳。大阪に帰省したマスオ、サザエに大阪案内をすると言って、 ガングドン屋外に連れて行き、大量におもちゃを買ってもらうなど、ちゃっかりした面がある。このエピソードは、原作でも描かれている。その後、東京に遊びに来て、花沢さんに一目ぼれし、カツオを大いに驚かせた。ずる賢さと行動力は、カツオ以上で、一人で新幹線に乗って、東京へ行ってしまうことすらあり、カツオを驚かせる。一方、サザさん一家とカツオとワカメが、 大阪旅行に行った際、カツオとアカメを大阪見物させると言って連れ出すなど、面倒見のいい面もある。1978年末頃に、磯野き、フグタケが大阪へ旅行した際も、マスオの兄一家が登場したが、この時のノリオのキャラクターは前日のものとは、やや異なっていた。東宝、宝塚映画のシリーズには、同名のキャラがノリスケの弟として登場し、 代わりにマスオの妹として、サザイさんの結婚以降フグタタイコが登場する。マスオのおじ声から不明原作では朝日文庫版3巻、6から7ページ収録話に、アニメでは1974年4月7日放送の、九州おじさん状況に、それぞれ登場したマスオのおじ。名前は不明。原作では、おじの他に、彼の妻も耳が不自由ながら健在のようである。 アニメでは、九州在住で、横浜で仕事があったついでに、磯野家にやってきた。石田大作り石田小ゼ船の弟青山の年を、3、年子7個浜子アニメ版における磯野家の隣人は、幾度か入れ替わっている。2021年時点における磯野家の隣人一家。もともとは、長谷川町子の別作品。 似たもの一家の登場人物たちであり、原作漫画のサザエさんにも一度登場している。九百七十八年を最後に、劇中から一時的に姿を消し、九百八十五年七月二十一日に、原稿設定の伊佐坂家が初登場した。伊佐坂南仏星から派さんをサム、峰、めぐみ県、伊安市、岩田安生、中村光太郎園、三木のり平、佐野史郎、 三谷幸喜、浅野和幸伊佐坂形成不明、山田玲子、不明園、藤間紫、戸田恵子船の女学校時代からの親友で、同い年。船とは互いに、お船ちゃん、おかるさんと呼び合う、今も気が置けない仲である。ただし、学校卒業後に引っ越したため、磯野家の隣に越してくるまでの30年間は、温心不通であった。普段は、 頻繁にサザエや船と併合しに世間話をしている。サザエの大声はすぐ分かっていいじゃないと比較的優遇している。初登場はサザエが引っ越しの様子を覗きに来た時である。引っ越しの挨拶をした際に若めを初めて見た時には船の孫だと思い込んでいた。水泳が得意で女学校時代のあだ名はカッパだった。映画、続、サザエさんでは名前が いささか彼子となっている。また、サザイさんの結婚には、同じ配役及び、容姿の小説家の妻が、三木夫人という役名で登場する。いささか人独性不明、竹村卓南仏時計の長男。二十歳くらいで二郎。性格はのんきでおっちょこちょい。人懐っこく明るい。老人生の割には、遊んでばかりいる。浮家同様、彼もカツオたちの面倒見がいい。 老人生という設定のため、アニメ版では、大学受験シーズンにあたる1月期はほとんど登場しない。時折夜食作りに凝る。午前2時に音を鳴らすようにラジカセにタイマーをかけて降り、その音で起きて勉強する。いささかけ唯一の自動車運転免許を所有。自動車が好きらしく、洗車している場面や車で出かける場面がよく見られる。人力の運転する車は、 クリーム色だが、左ハンドルの車の場合と、右ハンドルの車の場合がある。人独の本棚には、動物図鑑がたくさん並んでいる。子供の頃、動物園の飼育係になりたいと思っていたことがあったが、結局チの飼育係になった。1970年代の旧、伊佐坂家での伊佐坂人録は最初は、小学生。その後再登場し、賛同中の老人生に、 キャラクターが変わり、1973年2月25日放送。今日は合格発表日で、ついに合格。以後大学生の設定。当時の時代を反映して、爪襟学生服と学帽を着用して登場することが多かった。伊佐坂受精不明、落合美穂不明、半慶子、富永美稲、川崎襟子園、倉科かな南仏時計の長女。 高校一年生、16歳。養子短齢で快活で優しい性格。若めのお姉さん的役割で、カツオやサブローをはじめとした男子の憧れの存在。旧、いささかヤウキコとしての初登場は1970年8月30日放送、巨匠いささかシアラール。当初は、小学生であったが、1971年10月24日、放送の、 年頃民宿では現代風のファッショナブルな女子大生として再登場した。兄、人独のことを兄貴、稀にお兄ちゃんと呼ぶ。両親をパパ、ママと呼んでいる。成績優秀でスポーツ万能でテニス部に所属している。将棋が得意。趣味はお菓子作り。得意料理は鮭のムニエル。小学校の時に買ったペンケースの中に その頃偶然取った100点のテストをお守り代わりに入れて大事にしていたが、カツオと中島が弾みで破いてしまった。八甲伊佐坂家の簡易ので、犬種はテ理リア。愛称は、八、人懐っこい性格であり、また、玉とは仲良し。小柄な体格ながら、大型犬との喧嘩に勝つこともある勇敢さも持っている。雷が嫌い。一時期その家の隣人だった家族。 アニメのみ登場。画家の主人、その妻、娘の三つ飼い犬のジュリーがいる。初登場は1978年5月7日、放送、突然のお隣さん。この時、浜屋の主人と三つが、磯野家と自宅を勘違いしがってに、磯野家に上がり込んだりもしたが、すぐに家族ぐるみでの付き合いを始めるなど、両家の中は良かった。2009年放送の、 磯野家のアルバムでは、浜さん一家が、約24年ぶりに登場した。浜越、峰恵見画家。下の名前は不明。いつもベレー帽をかぶっている。妻や娘には、頭が上がらない様子で威厳のようなものは薄い。家の作りや家具などから、洋風趣味であることが見て取れる。現在の、いささか南仏と似た役割を持つキャラクターである。浜夫人生。 近藤高子浜さんの妻。下の名前は不明。非常にふくよかな女性。三つ子生、半径子浜さんの娘で、高校二年生。髪を両サイドリボンで結び、ツインテール気味に垂らしているのが特徴。現在のいささか浮き絵と似た役割を持つキャラクター。若めにとっては、お姉さん的存在で、カツオをはじめとした男子たちにとっては、 憧れの存在であった。ジュリー・ハマさん一家のペットの犬。犬種は不明だが、垂れ耳の中型犬である。比較的落ち着いた性格のようで、いささかケの蜂のような人の懐っこさはあまり強調されていなかった。犬にもかかわらず、ハマキを愛好している。ハマキに釣られたことで、結果的に泥棒に入られずに済み、サザエに褒められたこともある。 しかし、浜さん一家の登場から数年経ったある時期から、ジュリーが浜木を吸う描写は一切されなくなった。声、二股一声演、勝又国和三河屋支店の御用聞き、配達員、青森県出身。アニメドラマで登場。声、桂玲子、川田太鼓太郎の幼馴染みで、ガールフレンドのような存在。アニメの未登場で、初登場は、no.、ナンバー277。 あから、んと拝見。理科の名字に関して、1971年12月26日放映のタラちゃん定期券では山本となっているが、1980年2月24日放映ののんきなマスオさんでは野沢となっており、設定が一定しない。1970年代中期にはすでにレギュラー出演している。声、白川す子。 山田玲子三日じりもち、川崎恵里子、富永美奈な太郎の友人で、年齢は5歳くらい。アニメのみに登場。幼稚園や保育園に通っているシーンはない。太郎をバカにしたりいじめたりすることで登場するが、基本的に仲は良い。他に、武雄自身が登場しなくても太郎が、武雄にいじめられたと泣きながら帰宅したこともあった。しかし、太郎に、 都合の悪いところを見られると彼に対する態度が一点弱々しくなる。大型犬に追われて電柱に登っていたのをタラオに見られて後でペロペロキャンディを渡しながら俺が蝉になっていたのを誰かに言ったかとタラオに聞いたことがある。他にも同じようなことがありきに捕まって助けを求めていたところをタラオに助けられ後でそのことを理科をいじめないことを条件に口止めした。 アニメにおいて、竹雄以外の登場人物が、タラオと呼び捨てにする故障を用いることは稀である。また、少しおおらかな母親が登場している。仲間二人のうち数とは、しゲるという、忍者向きの顔と言われたことがある。注射が嫌いで、母親から逃げまくり磯野家に隠れたが、サザエに見つかり磯野家から逃げ出そうとしたが、お母さんが迎えに来るまで待っていなさいと彼女に靴を。 取り上げられて、母親に連れ帰られたことがある。また同じ放送でカツオガラオに、これからは、竹尾くんにいじめられないと思うよという場面もあり、以降は、出演回数が大きく減っている。似たキャラクターが古い作品に登場しており、こちらは3歳である。中島博士生不明、白川澄子、不明、上田聖子、お茶いる未縁、市川陸品川林生岡崎体育中島に、 よく似たカツオのクラスメイトの初登場は、脚本、雪室俊一、演出、高垣光造の、見ちゃった見ちゃったである。中島と名前は明かされていないが、この回は中島を考案した雪室が脚本を担当した最初の回である。しかし脚本、雪室俊一、演出、村山治の、ご先祖万歳にも、同じ顔の石田光一というクラスメイトが登場する。 また、脚本辻ます先演出、村山徹先生走る12月にも若干ではあるが似た顔の、クラスメイトが登場。ただし、服装が初登場時と同じであるため、同一人物でないとは言い難い。初期では、本名が中島武史という設定であった。カツオの一番の親友で、メガネをかけている。花沢花子生、秋元千佳子、山本恵子。 一流祭貞友、とも、いくらかずええん、赤石奈々、松田あさ森谷神奈勝雄の親友で、花沢家の長女。初登場は1971年3月7日、放送の作品ナンバー223、成績怖い、妹のゆきこが登場する回がある。大空香織政府名、桂玲子、野村道子園、田辺桃子、吉岡千奈美、黒川ともか、 カツオの想像上の大人になった香織役、平野綾初登場は、雪室俊一脚本、高垣構造を演出の、見ちゃった見ちゃった。モデルが存在し、朝日文庫版44巻38ページ、収録話に登場する少女がそれにあたる。カツオと中島が思いを寄せている女の子。後頭部に結んでいる大きなリボンが特徴。カツオたちは、香織ちゃんと呼ぶ。 また、家は、お金持ちである。カツオのアプローチに対しては、パパを説得して都会し、カツオの頼りなさに憤慨するなど、まんざらでもない様子。リボンの色は貝の中でもたびたび変わっており、幼少期には、柄のついたものを結んでいる。母親、父親も登場している。父親は、フランスパンが大好物である。実写版では2011年のお正月スペシャルで、初登場。 早川政府名、桂玲子、半か子、富永美こ、奈、川崎い子園、柴田がみい松井玲さの名前は不明。原作、アニメ双方に登場するが、造形はだいぶ異なる。また、アニメでは、制作された年代によって、顔が全く異なるのが特徴。原作での登場はわずか1コまで、父親と歩いているときに、 早川さんとカツオに声をかけられたが無視して過ぎ去るという役割だった。アニメサザエさん公式大図鑑サザエでございます。126ページではこの話を引用して、カツオの同級生の中で唯一漫画に登場するキャラクターと紹介されている。アニメでは母親と父親が登場している。また、パリ在住のおばがいる。母親はカツオに勉強を教えたことがある。 カツオによると、カオリちゃんに次いで好きだという。可愛いのが、カオリちゃん、性格がいいのが、早川さんという比較が良くなされ、その時は、おもながで、丸い団子花で描かれている。また、カツオは、現在カオリと早川のことを二人とも、好きな女の子だと語っている。日曜日には、教会の礼拝に通っている。カエルが大好き。カツオが飼おうとしていたカエルを、 家族から反対された時、早川は大喜びしながら預かり、小林一茶の俳句にちなんで、一茶と名付けて、可愛がっていた。早川の家は、カツオの机から向かって、左にある。好きな野球選手の名前は、黒沢。早川駅に来たこともある。橋本徹政府名、山田玲子長い顔をしているカツオの親友。アニメのみ登場。 中島らと比べ登場回数は少ない。団地では一軒家らしきところに住んでおり、妹がいる。塾に通っている。カツオ、中島と共に人助けをして表彰してもらうため、お手柄三人組として行動したことがある。西原拓馬生、三輪のカツエ、塚田恵美子、小林さやかメガネをかけていて、クラスで一番頭がいいカツオの親友。アニメのみ登場。 彼も1990年代に入り登場回数が大きく減っている。初期は西原進という名前であった。家は金持ちだが一度も金持ちであることを自慢したことはない。自分のパソコンを持ち使いこなしている。野球が苦手らしい。母親と父親が登場している。両親もメガネをかけており、父親はカツラをつけている。クラスメート生、野沢雅子。 先生走る12月に登場したカツオのクラスメート。顔が若干ではあるが、中島に似ている。また服装が、見ちゃった見ちゃったに登場する中島にのクラスメートと同じである。そのクラスメートの家に訪れた時、家のすす払いをしているクラスメートの母親も登場。石田光一生、小原のり子脚本、雪室俊一、演出。 村山治のご先祖万歳に登場した中島に姿が似ているカツオのクラスメート。顔は見ちゃった見ちゃったに登場する中島にのクラスメートと同じであるが、声は違う。また、役名がある。母親も登場した。堀川聖、白川澄子、塚田恵美子、小林さやか穏やかな性格の少年。アニメ版のみの登場。下の名前は不明。 家族は両親のみ、母親が登場している。初登場は野沢理香初登場会である作品ナンバー2 7 7あから、んと拝見。ただし、初登場時は現在とキャラクターデザインが多少異なっていた。なお、これ以前のエピソードである作品ナン、no. バー 214O バレンタインの中でも、ホリカーという名の若めのクラスメートが登場しているが、こちらは、 キャラクターデザインが完全に異なる別人であった。密かにワカメに思いを寄せているようである。基本的に心優しいのだが、対はないものの発想がずれており、割と腹黒い一面も持っている。ポニーとの別れが辛く泣き出しそうな若カにハンカチを貸そうとしたこともある。家族旅行に行くとき、貯金箱を若カに預けた。夜中に自宅近くでパトカーのサイレンがしたため、 ワカメに貯金箱の安否を電話した。お祖父ちゃんが趣味で手作りしている味噌は絶品で大好評だった。将来の夢を作文に書いた時、堀川はお笑い芸人と書き、相手は誰と先生に聞かれてワカメちゃんと答えたため彼女を怒らせた。堀川は後でワカメちゃんのお兄さんと言おうとしたがみんなに笑われたため続きが言えなかったという金魚を飼っている。 福引きで使う抽選機が苦手。犬も苦手。本人曰く記憶力が悪い。兵のシミに平吉という名前を付け弟と呼んだことがある。いつもは作文は原稿用紙一枚も書かないが弟のことで三枚も書いていた。田舎のおばあちゃんの近所の養鶏場からもらったひよこにわかめと名付けたことがある。カツオを尾行して、 磯野家に不法侵入して家の中を覗いたり、磯野家の床下でおャクシを勝手に育ててたことが発覚し注意された際にはごめん、今度は見つからないようにするよと返答した。上記のように空気を読まずに発言したり、ワカメちゃんのことが心配だからとワカメが寝ている時間に電話して怒らせることもしばしばある。上気を逸した気候が目立つため視聴者からは サイコパスという評価を下されることもある。堀川という名字の由来は脚本を手掛ける雪室、俊一が自身の高校時代の同級生の名前から名付けた。言い出せ、庭の活営、ワカの見えに登場した若目の隣のクラスに在籍する友人、温厚な性格、望遠鏡を持っている。若カは家の前で作業する波平を見られる、決まり悪さから、 ついきゅういささか家の邸宅を自分の家と見栄を張ってしまうが、彼から家に泊まりたいと言われる。塩田鈴子星、桂玲子赤目の友人。愛称は鈴子ちゃん。アニメ版のみ登場。1990年代以降、登場回数は比較的多い。左右に一本ずつ長く伸ばした毛にそれぞれリボンをつけている。家族は両親と赤ちゃんがおり、 小学5年か6年生に兄もいる。スポーツ万能で、成績もいいらしい。大島美ゆ生、せい、玲子、富永美い川崎恵り子、平井義おしえめの友人。名字は大島。1990年代以降比較的出番が多い。また、母親も登場している。畑中千里作、ソ連との星という少女漫画が好きで、並平と一緒に。 サイン会に行ったこともある。マスオの勤務している会社の同僚などを記載している。声、立壁和也、若本の夫、お園武蔵小手、深夜マスオの同僚で、親友兼悪友である。アニメ版とテレビドラマ版のみ登場。マスオによると年齢は27歳だが、やや老け顔で、個性的な顔つきをしている。マスオは、アナゴくんと呼ぶ。磯野や、野やとは、 血縁関係がないにもかかわらず、海産物関係の名前を関する数少ないネーミングである。マスオには、低種関白を装うが、実際は尻に敷かれており、いわゆる共済化である。抜け目ない点もあって、妻を騙すようなことをしては、結局バレて叱られるようなことを懲りずに何度もしている。しかも、大抵マスオを巻き込む。妻の勘型500円玉用貯金箱から全額。 抜き取って、ゲームセンターのメダルにすり替えてますオと一緒に、パブで合流したが、結局足がついて叱られた。また、出店の1000円単位の安物のバッグを、一流デパートで手に入れた包み紙で包装して、あたかもそこで手に入れたかのように妻にプレゼントしてその、見返りにいたわってもらえたが、ある日会社で、デスクに保管した包み紙の山を後輩にろ知らずで、穴子宅に発送されて、 結局妻に叱られた。妻同士も夫の行動を電話で報告し合う、投稿流がある。声、竹村拓、坂巻学マスオの同僚で、穴子ほどではないが、たびたび登場する。結婚して織家には、麻雀台がある。また特徴的な髪型をしている。花沢不動産でチラシを出したが、客が来ないため、花沢の娘はカツオを通じて、磯野家に桜を依頼した。 マスオは同僚の佐イキに花沢不動産への桜を頼んだ。佐イキは花沢不動産に電話でリゾートマンションを依頼したが、マスオはそれが花沢不動産では扱っていないと思い、佐イキくんと呼んだため花沢父は電話の背後にマスオの声が聞こえた。花沢父はその日の夕方にリゾートマンションの物件案内を磯野家に届けた。 最近には本気で購入するつもりはなく、冷やかしだったため、後日マスオと共に菓子折りを持って、花沢不動産に謝罪した。声、松本康則マスオの同僚。声、坂巻学部マスオの同僚。結婚以来、夫婦喧嘩をしたことがない。夫人の名前は、恵みで、お互いのことを、ゆうたん、めぐりんと呼び合っている。声から、不明、マスオの元同僚。 入賞者が載った雑誌の写真でのみ登場。会社を辞めた後コツコツと小説を書いており、雑誌の小説新人賞に応募したところ入賞した。マスオも小説家を目指すと言い出したが、結局とんざした。声から不明通称、さん実家が石垣島にある。夫人に尻を敷かれていて、マスオ、穴子からガツンと言ってやれと言われた。その後磯野家に二日間泊まる。 朝食を作れる。妻のことをワイフと呼んでいる。声、青木和代岩波の妻。口が大きく、人遣いが荒い。朝食は5品以上、夕食は7品以上ないと機嫌が悪くなる。岩波がいない間、彼を驚かせるため自宅を売って、へそくりと共に新しい家を購入した。家事はできないが、力仕事と在宅の才能がある。犬を飼っている。 同社の上役たちはおしなべて見かけは、偉そうだが、部下や社員を気遣う描写が多い。声から、不明、マスオの会社の清掃員。ヤカマシさんと呼ばれ、口うるさいが、実は、面倒見が良い。息子がいる。声、名の中勇む、75点の天才。に登場。カツオが屋根裏に隠した、大量の過去のテストの答案用紙を見て、 こんな紙切れで巣を作ったんじゃ、教育上良くないや、仕方がない。と考え、答案用紙をまとめて、隅っこに追いやったものの、75点の答案用紙を探していたカツオに見つかり追いかけられる。屋根裏の柱にカツオが当たり、天井を突き破ったことで、ネズミは天井から落下し、一家は大騒動。今度は玉から追いかけられる羽目になってしまう。ハマコ。 おばさんのところに来たところで、玉は追いかけるのをやめ、一人磯の家に取り残され、うた,た寝をしていたおばさんは、ネズミが自分の上を張っていることに気づき、悲鳴を上げた。声、富田幸吉、押し売りよこんにちは。に登場した、ジャパン押し売りカンパニーの社長。男三人、女一人の社員と共に、磯の家に押し売りに入るが、全員失敗した。社長は、普段は、 荒々しい役ザ風の男だが、お酒を飲むと情にもろく、家庭的な人間になる。声、雨の森まさし、お父さんは、ノイローゼに登場した、おお病院の院長、医学博士。診療時間は、午前9時午後8時まで。休診日は、日曜日と祝日。カツオが投げたボールが、ノイローゼの波平に命中。家族に心配され、布団に寝かされた波平は、 カツオから問診を受ける。サザエがその症状を家庭医学書と照らし合わせ得た。答えが、ガン。ワめメと、船は泣き叫び、マスを除く、一家全員で大騒ぎになる。ナミヘイはガンであることを恐れ、病院に行くべきか悩むが、とうとう行くことにした。しかし、病院では、若い医師が、超診器だけの診察をして、子宮ガンと誤診をする。 明らかな誤心と波平のノイローゼに見かねた院長は、じきじきに診察をするが、虫眼鏡で波平の手相を見て、大丈夫、あんた死にやせんよ、生命線が長いものとだけ言い、波平は、呆然自失、それこそノイローゼになってしまう。声、立壁和也、八代春不明、小股にまさお初登場は、俺は強盗。定期的に登場するモブキャラクター。 姿形は回によって異なる。深夜、寝静まった磯野家の波兵と船の進出に押し入るも、計画は毎回失敗する。初登場時は磯野家全員を縛り上げることに成功したが、カツオの起点により、縛っていた縄を自ら包丁で切ってしまい、さらに取り出した拳銃をカツオに、僕の欲しかった、モデルガンだと奪われて驚いたところを捉えられてしまう。 その後カツオは発砲するも、実中だったことを知り気絶してしまった。この家にはろくなものがないと、強盗が言うと、波平が目利きでいらっしゃると言いながら、強盗に骨董品の鑑定をしてもらうというオチがほとんどである。お母さんの先生では、波平が強盗に鑑定を依頼した瞬間が、歴代瞬間最高視聴率第3位に当たる45.5%を記録した。 声から不明、若元のリオサザエが一時家政婦のパートとして働いていた家の主人。原作に登場するほか、アニメにも何度か登場。弓づけには、彼と夫人のほか、老齢の家政婦と中年の運転手がいるが、子供はいない。また、クラフトフラッシュローヤルウェイグッドダルマシャン・モンタナという、長い名前の犬を飼っている。原作及び、脳1740、 サザエお手伝いさんの巻では、夫人は5歳、花は生形ということになっている。声、沢木一家や伊佐坂家に居候していた大学8年生で、小説家志望の人。登場初期は、京の末程と紹介されていたが、いつの間にか難物の老いという設定に変わっており、親からの仕送りで一人暮らしとなっていた。1998年頃を最後に登場していない。声から不明。 若本のりお、沢木育也のアニマル、浜口初登場は1969年12月28日、放送、ねえ、どうしてサブローが働く酒屋の主人。声、小宮巻吉園、野村吉雄初登場は1969年12月28日、放送、ねえ、どうしてサブローの前に、三河屋の御用聞き、配達員をしていた、高青年。 スキーが得意で、カツオたちを実家に近い座王に、スキーに連れて行ったことがある。1985年、婚活のために、郷里の山形県に帰った。2009年放送の作品、磯野家のアルバムでは、約24年ぶりに登場した。声から不明、若本則りを演、田口博正花沢花子の父親で、花沢不動産社長。ほうひげを生やしていて、 借り上げた頭の男性。宣伝のために広告を出した際に、その広告を見たという電話を受けた時は、非常に喜び、店ごと飛び上がっておりその喜びの大きさが表現されていた。作品登場人物の中で数少ない、携帯電話所持者である。波平やマスオと夜回りをした際に、おでんの屋台で飲んだ時に、波平が携帯電話を借りて、家に電話したことがある。 目立ちたがり屋な一面もあり、俳優のオーディションに応募した過去がある。この一面は、娘の花子にも受け継がれているようである。声から不明、いいやつし、高くは三つるカツオの親友である中島の祖父。しつけに厳しく、勉強をしないとやかましく怒る場面があり、中島がカツオに遊ぶ約束を断っている場面も、幾度も見受けられる。また、カツオも、 中島卓へ遊びに行った際に中島と共に勉強をさせられたことが幾度かある。声から不明、竹村卓。坂巻学部カツの親友である中島の2位。大学を浪人中で人読とは浪人仲間である。赤ん坊の頃はメロンちゃんと呼ばれていた。町で会ったタラオにメロンパンにそっくりと言われた。声、白川隅子、富永美奈。川崎恵子。 平井義江サザエが福岡に住んでいた時の親友。サザエは、イカちゃんと呼ぶ。最先端の様相に身を包んだ、モダンガールとして登場し、カツオラを、姉さんの友達、と驚かせた。原作では最初期の磯野家が、福岡在住の時期のレギュラーキャラであったが、一家が東京に越してからはほとんど出ていない。ほとんどの出番は、新聞連載だが、 短編漫画でサザエとマスオのお見合いの時に食堂に居合わせ、二人を結びつける手伝いをする役割で登場し、アニメ版では普段の漫画を原作にしたサザエのお見合いの場面に登場している。マスオの大学時代の友人、北海道在住、電車が好きなタラオに、青函トンネルの海底駅から電話したために、 海の底のおじさんと呼ばれている。温厚な性格で子供好き。たラオといくらのなコードで遊園地の従業員と結婚した。声から不明。いいあつし初登場は、先生走る12月。磯野家の家屋の修繕を任されている大工。昔ながらの職人気質で、職人の仕事は目立ってはいけないが心情。正義感が強い。声から不明。二股また一世。 窓の三つ脇棟梁の弟子。本名は金次郎。最初は茶髪にヘッドフォン、サングラス、派手な服装といういでたちで登場。自分のことをジミーと呼んでほしいと言ったり、休憩時の飲み物にお茶ではなくエスプレッソを要求するなど奇抜な行動をとっていた。洋食等。語尾に酢をつけるのが口癖。首から iPod らしき音楽プレイヤーをかけている。 その風貌や言動からは想像し難いが、大工としての腕は確かである。小遣い稼ぎに棟梁に、内緒で、檜で作った犬小屋が棟梁が感心するほど見事な出来栄えだったり、おでんの屋台に孤独を愛する客のために作った木の枠が、釘や接着剤を使わない木組みで作られた。棟梁がぎっくり腰で入院したのを機に、頭髪を黒く染めて角刈りにし、 職人らしい格好言動、行動をするようになる。その後2011年より再登場した際は、元の姿に戻っており、不定期に登場するようになった。第9が歌える。磯野家の物置の修理で物置から逃げられるよう、棟梁に無断で仕掛けを作ったが、棟梁に見破られてしまい、押し置きとして物置に閉じ込められたことがある。棟梁から破門されたり、 波紋されそうになると、当領の元を去りどころを変える。居所が当領に知られそうになると、花沢不動産や三河屋などい所ころを転々とする。波平に弟子入りと称して、磯野家に押しかけたこともあった。結局、波平など、周囲の者の,の取りなしによって波紋を解かれる。原作でも、ジミーのモデルとなった若い職人が出てくる。挑発に、 ブーツという当時の若者のファッションでグループサウンズを聴きながら仕事をしていた。当寮はやっと捕まえた新弟子なので何事も多めに見ていると言った。当寮は彼をジェリーと呼んでいた。それが映像化された回が先生走る12月である。声から不明女優で波平と裏のおじいちゃんが彼女のファンである。一度朝日が丘で映画のロケーションを行ったことがある。 1998年11月1日に放送された放送30周年スペシャルドンと一家でハワイ旅行の登場人物2003年11月9日に放送された放送35周年記念スペシャル磯野や北へ飛ぶの登場人物2008年11月16日に放送された放送40周年記念スペシャル母さんのふるさとの登場人物 2011年1月2日に放送された、初旅、初夢、初笑いの登場人物。2013年4月7日に放送された、米イゴ物語と、花と星の福島旅行の登場人物。米イゴ物語の登場人物、花と星の福島旅行の登場人物2014年10月5日に放送された、列車は思い出を乗せてと、宇宙に一番近い島の登場人物。 列車は思い出を乗せての登場人物。宇宙に一番近い島の登場人物1977年10月、レギュラー放送で脚本家に脚光を当てた。放送9年目特集が3本放送された。なお3名とも担当声優は本人かどうかは不明。当時富士テレビアナウンサーの3名が登場。27時間テレビ放送時のサザエさんに声優として登場する。 一時中断したが2008年以降、毎年総合司会者が登場し、中井正宏、ナインティナイン、アカさんま、島田晋介、スマップなどが担当した。演じる本人と同盟の役で登場することが多いが、上の本人役とは異なり、同盟ではあるが、芸能人ではない同盟の別人として登場することが主となっているが、大抵、姿は本人と似ている。 登場人物によっては出演放送会のオープニングに先行登場する場合がある。以下、担当声優ごとに記載。複数役の場合があるため、磯野家の隣に伊佐坂一家が引っ越してくる前に住んでいた家族。その家の主人は出版社、ハロー社に勤めていた。選挙候補者。その名の通りまぐれで当選したが、彼の当選が決まった直後、 サザエが五霊回りの車両を手配した。一台は普通のトラックだったのだが、二台目がなかなか手配できず、結局霊柩車を手配して五霊回りを行った。選挙候補者。選挙期間前に、火の用心のポスターに混ぜて、自分の選挙ポスターを貼り、通りすがりの警官に注意された。伊佐坂家の飼い犬については、八甲を参照。磯野家の飼い犬。なお、マスオは、 犬の散歩の途中にパチンコに立ち寄っている。園桜田日よりサザエとマスオの娘、タラオの妹、ナミヘイと船の孫娘、カツオとワカメの名。外見は、ワカメと似ていて、王冠らしきものを被っている。原作、アニメ共に一切登場しないが、長谷川町子によって描かれた、サザエさん一家の10年後という内容である漫画、サザエさん一家の未来予想図に登場。 1954年に文芸春秋により出版された漫画特本に収録。また、富士テレビ開局60周年特別企画サザエさん、放送50周年記念スペシャルドラマへその家の人々20年後のサザエさん2019年に富士テレビジョンにて高校生になった人出が登場。サザエさん一家が人並みに年をとっていたら、 には年を取った一家とカツオとワカの新しい家族の姿が描かれているが、この中に人では存在しない。ありがとうございます。